皆さんこんにちは。90年代の人気アイドルの田村えり子さん。今回は田村えり子さんの若い頃のエピソードや彼氏、結婚、そして現在の様子を詳しくご紹介します。田村えり子さんは90年代のアイドルとして一世を風靡しました。田村えり子さんの若い頃の魅力は今でも多くの人々の記憶に残っています。田村えり子さんのキャリアには多くのハイライトがあり、特にふんどしカレンダーや不法侵入事件が話題となりました。ではまずは田村えり子さんのプロフィールです。田村えり子さんは1973年1月16日に茨城県ひたちなか市で生まれました。そんな田村えり子さんの家族構成は父親、母親、姉、そして田村えり子さんの4人家族で、2人姉妹で育ちました。田村えり子さんの父親は旧西ドイツに仕事の都合で赴任していたことがあり、田村えり子さんは8歳から14歳までをデュッセルドルフで過ごしました。この期間彼女は現地の日本人学校に通っていました。田村えり子さんの父親の職業は明らかになっていませんが、大企業のサラリーマンだったと推測されます。また田村えり子さんの母親についての情報は少ないですが、田村えり子さんは子供の頃姉と仲良く過ごしていたようです。そして田村えり子さんは E.T. という映画を見てアメリカの映画に出演したいという夢を持つようになったそうです。その後田村えり子さんは1988年から女優や歌手として活動を開始し、エリリンという愛称で親しまれ、その魅力的な外見と才能で多くのファンを魅了しました。そんな田村えり子さんといえば、明石家さんまさんとの共演 NG の噂があります。この噂のきっかけは、彼女がアイドル時代にさんまさんの番組に出演した際、さんまさんの冗談に対して泣き出してしまったことから始まっています。さんまのまんまに出演した時の映像では、田村えり子さんがさんまさんへのお土産にクリームブリュレを持ってきたそうですが、さんまさんがそれを一口食べてやめられるとカップを置いたといいます。これに対して田村えり子さんは泣き出してしまい、その後も数回明石家テレビに出演した際、前回の件について言い合いを始めたんですが、田村えり子さんが持参した CD をさんまさんがうっかり落としてしまい、再び泣いてしまいました。この事件がきっかけで24年にわたって共演する機会がなかったのですが、2016年に特番で約24年ぶりの共演を果たしました。また1990年、田村えり子さんは大胆なグラビアカレンダーを発売し、その中には胸とヒップが半分見えるものもあり、そのセクシーさで日本中を驚かせました。このカレンダーは田村えり子さんのイメージをアイドルから大人の女性へと変え、このカレンダーは累計13万部も売れ、田村えり子さんのブレイクのきっかけとなりました。ただカレンダーの題名がふんどしカレンダーなのですが、田村えり子さんがふんどしを着用した事実はなく、宮沢りえさんのふんどしカレンダーと混同された結果だそうです。また田村えり子さんはマイク・タイソンが惚れたアイドルとしても有名です。田村えり子さんは歌手としてデビューして以来、多くのファンを獲得してきました。特に有名なのは、来日していたマイク・タイソンが彼女に夢中になったというエピソードです。田村えり子さんの魅力は日本だけでなく海外でも認められていました。また田村えり子さんは若い頃に2度の不法侵入事件の被害に遭ったことがあるといいます。1度目の不法侵入事件は1995年6月、とあるイベントに出演するために宿泊した愛知県豊橋市のホテルで起こりました。早朝5時半ごろ、田村えり子さんが物音で目を覚ますと、見知らぬ若い男が冷蔵庫の前で荷物を物色しており、驚いた田村えり子さんは大絶叫で悲鳴を上げるも、男は逃げる素振りを見せず、再び大声で隣室のマネージャーに助けを求めたところ、男は逃走したといいます。逮捕された犯人はなんとこのホテルの従業員だった19歳の男性で、合鍵を使っての犯行だったようです。ちなみにこの男性、田村えり子さんの大ファンで、ファン熱が高じたあまり寝顔が見たかった、サインが欲しかったなどの理由で犯行に及んだのだとか。この不法侵入事件によって
田村恵里子さんは大きな心の傷を受けてしまったようで、事件後約1週間の休養を余儀なくされたといいます。田村恵里子さんが2度目の不法侵入事件に遭ったのはそれから約半年後の1996年1月のことでした。バカンスでアメリカのマイアミを訪れていた時のこと。滞在先のホテルで再びホテルの従業員であるドアボーイの黒人男性に室内に侵入されるという事件にあったといいます。幸いにも暴行や窃盗などの被害はなかったのですが、半年余りの短期間に全く別の場所別の人物から不法侵入の被害に遭うという不運な経験をしています。次に田村恵里子さんの結婚や現在についてまとめていきます。田村恵里子さんは現在も独身であり、ドラマや映画で妻の役を演じたことはあっても実際には結婚していないということです。若い頃から2度にわたって不法侵入事件なんて物騒な事件に巻き込まれてしまった田村恵里子さんですから、もしかするとそのことから男性不信になってしまっているのかもしれません。そんな田村恵里子さんは現在ハリウッド女優として活躍しています。2007年にはヒーローズシーズン2に出演し、日本でも話題となりました。また2009年にはハリウッド映画ドラゴンボールエボリューションに出演しましたが、この映画は商業的には成功しませんでした。また田村恵里子さんはアメリカでボランティア活動や会社経営を行いながら愛犬と共にスローライフを楽しんでいるようです。愛犬ティファニー、通称ティコは彼女の大切なパートナーであり、ティコのために手作りのご飯を準備するなど犬中心の生活を送っているといいます。結婚歴もないため子供もいません。また田村恵里子さんはアメリカで生活しているため姉が実家の両親と共に生活している可能性があります。そんな田村恵里子さんは引き締まった体を維持するためにプロテインと野菜中心の食生活を心がけ、ダンスやヨガのレッスンを中心にワークアウトも楽しんでいるといいます。特にヨガは20年の経験があり、ヨガアライアンスというインストラクターの資格も持っているそうです。田村恵里子さんは将来的に日本でヨガを教えたいとも語っていました。また田村恵里子さんは音楽への情熱も持ち続けています。2018年にはニューヨークのアーティストから恵里子の声が好きとの要望があり、すき焼きを歌うことになりました。この楽曲はアーティスト GH ハットのアルバムレッツダンスに収録されており、田村恵里子さんのしっかりとした声が響く作品となっています。いかがでしたでしょうか。今回は田村恵里子さんの若い頃のエピソードや彼氏、結婚、そして現在の様子を詳しくご紹介しました。最後までご視聴していただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。